別れですね。あー先生ずるい。ゴルシュとの日々は短かったけどとっても楽しかったです。食リポするゴルシ、モノマネするゴルシ、スタッフの無茶ぶりに応えるゴルシ、いつも全力で頑張り屋でみんなを楽しませてたね。本当は繊細で悩むこともいっぱいあったのに、そんな素振りも見せなくて、僕はそんな優しいゴルシが大好きでした。もう僕がいなくても一人で立派にやっていけるよね。やっぱりそうかしら、ずっとおばくんと一緒にいる。ちょろ、